メイドさんのキャリアプランについてお話ししていきたいと思います。皆さん、メイドさんになってアルバイトするっていうところまでしか、まあ、知られてないっていうことが多かったと思うんですね。メイドカフェってそもそもやっぱ半年続ければすごい、そのままある程度の年齢までとりあえず続けるでもよし、テントや独立を目指すでもよし、あとは結婚して寿退社もよし。すごい。おかえりなさいませ。ケーキメイド YouTuber ハムとレトとキッチンのセンタロウです。今日はですね、店長研修中のお二人に来ていただいてます。サンタス9年サンキューナーウィークです。お願いします。初めてその挨拶聞いた。そんな挨拶聞いたことないよ、一回も。たまに特別にやってます。やってる、まあ、誰かは聞いたことあるんだよ。人を見てやってます。人を見て。続いてキャメロンテール所属のルチェです。お願いします。お願いします。2人の自己紹介のこのね、温度感の違い。ではちょっと早速ね、今日の本題に行きますか。はい。やんないんですか、日々子。やりたかったんですよ。やりたいです。あ、日々子ね。じゃあちょっと日々子やりますね。はい、じゃあ思い思いに好きなところに飛ばしてください。はい。行きますよ。せーの、日々子。本日はメイドさんのキャリアプランについてお話ししていきたいと思います。具体的に話しますと、当店にアルバイトとして入って、まあ、初日から1年だとか2年で経過していく流れだとか、まあ、その後のことについてです。皆さん、メイドさんになってアルバイトするっていうところまでしか、まあ、知られてないっていうことが多かったと思うんですね。まあ、僕らも店長とかっていう話はしてますけど、もっと具体的にこういうプランでやっていくんですよっていうような話を今日はできればなというふうに思っています。はい、本当は社内用の発信もう YouTube で公開したいと思って、うちで全部出そう。そう、もう知りたいもんね、逆にね。はい、はい、まあ、でも本当にたくさんの人に知ってほしいし、はい、まあ、この際なんでね、今回は見ていただければと思います。はい、今まさに当事者なんだけどね、そのキャリアプラン挑戦してるところだけど、どういったこと分かりますか？あんまり分からないです。あんまり分からない。いや、でもそりゃそうよね。近い未来とかって自分がどうなってるかとか想像したことってある？ないですね。全くない。はい。メイドさんになった OK みたいな。そうですね。はい、みくちゃんは前世があるのでなんとなく。ああ、前世もね、結構有名なところで働いてたと思うので、長くやってる人とかもいるから、うんうん、想像はなんとなくついてたっていう、うん、実際働いてるキャストの子たちとかも1ヶ月後はじゃあこういうイベントやるとか、なんかその辺はあったとしても、その自分の未来ってなかなかこう知る機会がないと思うので、もう今回の動画ではね、特に従業員の人に見てほしいんですけど、半年後にはこういう経験があるよとか、そういった話もね、できていければなと。最終的にはもっと広い話もしていきたいと思います。今回そのどうしてこの内容をやろうかなと思ったかというと、まあ、今まで何百人と一緒に働かせてもらってきた中で、まあ、メイドの退職理由っていうのがあるじゃないですか、うん、いつまでメイドとして働けるのかわからない、で昼職をする、就活をする、まあ、1,2 年働いてみて、まあ、楽しかった、やりきったっていうのを多く聞くことがありました。私たちって、まあ、ずっと長く働いてもらいたいなと思ってるし、まあ、学生さんは例えば卒業するまでとか、フリーターさんはうちに就職するくらいのところまで続けてもらいたいなと思ってます。ただ現実はメイドカフェってそもそもやっぱ半年続ければすごい、長いって言われる業界じゃないですか。いや本当だって、僕よく人間の世界では5倍のとかよく言うもん。メイド半年だったらもう人間の世界ではちょっと計算よく分かんないけど、当店では1年とか2年3年って長く働いてくれるメイドさんがいて、約70人ほど、とてもすごいことだと思うし、めっちゃありがたいです。そう、うちで働いてるメイドさんの平均在籍年月、想像つきます？うちがオープンしてから今に至るまで、まあ、約5年ぐらいあるんですけど、その中で働いた全てのメイドさんを対象して、それから平均を出しました。どのぐらいいてもらえるか、ぴったり当たったらなんかちょっとお金くださいでも本当にみんな最近センタロさんお金くださいしか言わないんだけど、メイドに半年いればいい方じゃないですか。ああ、それなんでそう思った？秋葉原のメイドさんって長続きしないですよね。1週間とか1日で辞めちゃう方もいるので、平均したら半年いけばかなりいい方じゃないですか、ね、私は5ヶ月かなと。5ヶ月刻んでたね。
じゃあちょっとね、早速答えを出すんですけれども、はい、10ヶ月なんですよ。すごい、すごい。多分お二人が想像しているよりも倍、これ多分業界全体でもかなり長い方だと思います。で今全体の、話をしたんですけど、オープンしてからの1年以上働いてる人たちの今度平均っていうのがあるんですよ。これがすごくて1年8ヶ月すごいですよ。メイドさんの世界ではもうかなりベテランになってくると思うんですけど、これはね本当に素晴らしいことだし、もう本当にありがたいことだと思いました。どうやかわいい、かわいい、かわいいって言われた。今回の動画ではメイドさんになってどんな風に1年、2年、3年と過ごしていくのか、あとは、メイドさんとしてやりきった後にどんなことができるのかという、この2点をお話ししていきたいと思います。まず新人メイドさんになってどんな風に過ごしていくかです。最初は約1ヶ月間ほどですかね、まあ、新人期間になってます。2人は最初の1ヶ月とかどうでした？メイド業自体が初めてだったので、何したらいいというのが分からないまま始めて、とにかく最初は業務を覚えることに必死、前世があったので、メイドさん自体はこうスムーズに馴染めたかなと思うんですけど、やっぱオープニングだったのもあって、みんなと仲良くなれるっていうのもすごく楽しかったですね。はい、ルチェちゃんはさ、初めてのメイドさんだったじゃないですか、はい、もう入る前ってその1ヶ月間何するかとかって、メイド服を着て、お話ししてチェキを取るぐらいの想像しかしてなかったです、なんとなくチェキ取るなみたいな。そうですね、わからないですよね、やっぱ初めての方。そういう方に向けて、ご説明させていただきますと、はい、1ヶ月目は新人メイド期間で、メイドとしての基本的な作業、お客様のご案内、ドリンクの作り方、提供、バッシング、などですね、一般的なカフェ業務に近いことをしっかりとできるように研修していただきます。一つ一つは簡単な業務なんですけども、意外と覚えることだとか、やること結構多くて、先輩にサポートしてもらいながら少しずつできるようになっていってもらいます。続いて2、3ヶ月目ですね、研修卒業となります。接客マナーだとか、仕事の考えなども学び終えて、新人研修期間が終わったら、いよいよ、皆さんすごい待ってるんですけど、お待ちかねの個人ツイッターの開設となります。一お祝いとか何て言うんですか、一お祝いすごい、ね、一の目標みたいな感じじゃないですか。最初の目標としてやっぱみんなツイッターができるようになりたいっていうのはね、結構やっぱみんな言うので、一大イベントみたいな。そうですね。続いて3から6ヶ月目になりますね。先輩として新人サポートをしていただきます、はい。で、業務にも結構慣れてきて、日々楽しくお給仕をしている時かなと思います。この期間では早くも後輩が少しずつでき始めて、自分が先輩に優しくサポートだとかアドバイスだとかをもらったように、優しくサポートだとか業務を教えていただきます。後輩がいいメイドさんに育つように、サポートやフォローの仕方を学んでいただきます。基本的にはね、もうこういう風に教えるんだよとか、こういう風にしたらこうやって育つねみたいなことを僕ら店長もね、はい、しっかり教えながらっていう感じですけど、2人も最近はね、結構後輩ができてきて結構やってくれてるもんね、実際。うん、本当に2人はまさに今この4ヶ月とかぐらい経ってると思うんですけど、どうですか今実際。人に教えられるってなってくると、自分も慣れてきた証拠だと思うので、成長を感じられて嬉しいのと、教えるってかっこいいですよね。あ、かっこいい。やっぱそうだよね。いい気分。いい気分。いい気分だそうです。皆さん。はい。ルチちゃんはいい気分？あ、そう。どんな感じでいい気分なの？自分が覚えたことをそのまま後輩に教えて、それをできるようになった時とかはめちゃめちゃいい気分です。あ、いい気分めちゃ、はい、いいね、いい気分をすごく具体的に教えてくれましたね。次にですね、6ヶ月から1年ですね。で、仕事を一通りできるようになって、後輩サポートもバッチリできるようになります。でも、ここからはお店を代表するような素晴らしいメイドさんとして活躍していただきます。新規のお客様へ率先してご対応していただいたりだとか、たくさんの常連さんと仲良くなったりだとか、ここで推しができるメイドさんもいるかなと思います。系列店に出勤して、いろいろな可愛いメイド服を着たりだとか、いろんなその系列店のメイドさんと仲良くなったり、めちゃめちゃ楽しそうな時期だなと思います。
まあ、結構やっぱその半年ぐらいで、他店舗にやっと出勤できるって言って、うん、なんとかのお店の制服着れるって言って、うん、ツイッターで喜んでる姿はよく見ますね。うん、ユースも結構楽しみにしてくれてますよね。うん、絶対行くよみたいなリプめっちゃ見る。うんうん、うちの系列は店舗もたくさんあるし、その各店舗が、うん、全部コンセプトがみんな違っていて、いろんな制服もあるので、そういうのを着て楽しむっていう旅もできますんで、うん、続きまして1年から1年6ヶ月になります、うん、もうこれいよいよお待ちかねの個人用オリジナルメイド服の作成となりますね。あ、本当にやっぱここをすごい楽しみにしてるメイドさんが多いんじゃないかなと。おじさんの俺にはね、それ絶対分かったって、すごい嬉しいんだみたいな。みんなでそうですよね。嬉しいですよね。そうなんだ。でも、ね、各々がデザインした自分の専用のメイド服を作って、それが完成してお披露目をします。自分で作ったそのオリジナルメイド服っていうのを他のメイドさんに貸して来てもらったりとか、うん、交換とかしてるじゃないですか。うん、よく見ます、ね、そう、めっちゃ楽しそうですよね。あのさ、あの出来上がって2日目ぐらいから貸してる子いるよ。あ、なんだろう。私が言われるんですよ、本当これいつか来てください、来てくださいっていうね。そう、絶対来てほしいみたいな言って、タイミングによるかなと思うんですけども、まあ、生誕だとか周年の個人イベントを開催したりだとか、まあ、お正月の年越しイベントとか、まあ、イベントも結構楽しめたのではないかなと思います。まあね、それで順風満帆なメイド生活を送っているタイミングかなと思います。で、まあ、新人さんのサポートはもちろん、新人さんのそのサポートに苦戦している先輩メイドさんのサポート、系列店のサポート、例えばまあ新規オープンの新しいお店のキャメロンテールとかもオープンした当初、最初のもう1週間とか、店長だけじゃなくて、まあ、キャリアの長い先輩たちがみんな交代で入ってくれて、ですごくサポートね、みんなにしてくれたと思います。あとは大阪から東京への出張だったりだとか、社内のレクリエーションイベントに参加したり、まあ、YouTube に出たり、衣装モデルやったりだとか、まあ、いろんな経験ができたかなと思います。まあ、だいぶ割愛させていただいたんですけども、まあ、当店にメイドとしてアルバイトを始めてから2年経過するまでの大まかな流れがこんな感じでした。はい、どうですか、この2年の流れを聞いて。そうだね、イベントとか、うん、オリジナル制服とかもう夢ですね。2年後とかちょっと想像はしづらいですけど、でもイベントとかオリジナル制服作れるのはめちゃめちゃなんか頑張ろうって思う気持ちにもなれて、とても楽しみです。あのイメージしづらいって言ってたんですけど、でもこの説明でイメージしやすくなりましたか？はい、だいぶ。お、よかった。説明した甲斐があります。合ってるんだけどね。合ってるんだけどね。ここからが先ほど話したいつまでメイドとして働けるか分からず昼食をする、まあ、就活をするだとか、まあ、1、2年働いてみて、まあ、すごい楽しかった、やりきったからっていうのを、まあ、理由に退職するメイドさんがいます。僕らも実際に退職の話を聞いてるときに結構多いよね、その、そうですね、1年でやりきったとかっていう方はすごく多いのかなっていうのは思います。楽しく働き続けてくれたことだとか、まあ、その環境を作れたことが嬉しいことだなと思います。確かに。まあでもやっぱとはいえ、まあ、ここから先もそのメイドさんたちにはやっぱぜひメイドさん続けてもらいたいと思ってるんですけど、まあ、ハムなんかね、一人も辞めてほしくないという、はい、一人も辞めてほしくない、本当に、はい、でここからが本題ですよ。 2、3 年後のキャリアプランについてお話をしていきたいなと思います。まあ、キャリアプランとして3つあります。まあ、1、メイド社員になる。2、私たちと一緒にメイド店長になる。で、3、自分のメイドカフェを作って独立する。まあ、この3つを具体的な進路として用意しました。まあ、2、3っていうのは今までもあったんですけども、まあ、1は初発表ではないかなと思います。で、1のメイド社員になる、アルバイトの延長線としてそのままメイドさんのまま社員になっちゃいませんかってことになります。今までは私たちから提案するプランとしては、一緒にメイド店長やりませんかだとか、うん、自分のお店出さないですかっていうだけだったんですけども、まあ、やっぱなかなかそれって普通に考えるとハードルが高くないですか？責任とか、まあ、そういうね、プレッシャーある部分は確かに大きいかなと思います。だからこそまずは正社員、会社員として今までのメイド業務の延長線として働いてみませんかというプランになっております。1社員
としてなので、まあ、店長ほどの責任だとか、まあ、プレッシャーはないんですけども、まあ、正社員としての責任の範囲で、まあ、アルバイトのメイドさんよりは、まあ、少しステップアップした仕事を覚えてもらいます。それにより、まあ、正社員としての待遇が受けることができて、まあ、それは正社員としての職歴にもなり、まあ、ある程度安定もできるのではないかなと。そのままある程度の年齢までとりあえず続けるでもよし、まあ、途中で、店長や独立を目指すでもよし、あとは結婚して寿退社もよし。寿退社 OK ってすごい、ね、なかなかこの業界で、ね、要するにバイトからちょっとステップアップして正社員の待遇になるってことですね。あ、もうその通りですよ。なるほど。本気でこの業界やってみようかなってちょっと思ってたら、まずここ目指すっていうのはいいかもしれないですね。そして2つ目になります。私たちと一緒に店長になる、これは他の動画でたくさんお話をさせていただいたので、まあ、内容は概要欄のリンクをちょっと見ていただけたらなと思います。20本もあると思うんで20本も分かんない、かんない、まあ、ありますか。めっちゃある、めっちゃある、はい、いつも仲間募集してるし、そうです、そうです、はい、これはもう変わらず今も募集してますね、はい、もういきなり店長やりたいですっていう人は全然来てください、はい、もう、はい。で3つ目ですね、自分の考えるお店を作って独立する、うん、これは私たちの系列として店長となるわけではなくて、自分のメイドカフェを一から作って独立しませんかっていうことになります。自分が考える最高に可愛くて楽しいメイドカフェを作って一緒にメイドカフェ業界を盛り上げましょうという感じですね、はい、大阪のキャンディーなんかは夢を叶えて、叶えたるで、叶えたるでって言ってキャンディーも2店舗目行くとは思ってなかったと思う。そうですね、夢を超えるパターンありますからね、はい、買いましたね、買いましたね、こうですね、こちらもね以前の動画でちょっと詳しくお話しさせていただいているので、まあ、概要欄のリンクを見てみてください。はい、2人は独立っていう印象はどうですか。でかすぎる夢割と8ヶ月くらいで叶えてる人いるけどね。これが本当に叶うんですもんね。はい、もうあの実績あるんで、まあ、確かにその今の2人にはちょっとその大きな話すぎるかもしれないですけど、うん、別に1人でお店を開ける必要は全然なくて、うん、例えば自分の本当に仲いい仲間、うん、2人とか3人とか、例えば2人で1個の店をやってみるとか、うん、そういうこともできちゃったりするので、なんかもっともっと楽しく長く働きたいと思うので、まあ、こういったメイドとしてのキャリアプランを用意してみました。やっぱ今働いてるメイドさんで興味ある方はお気軽に、まあ、店長に相談してみてください。まあ、他にもこういうプランがあったらいいなとか、こういうプランがあったらやるのにっていうのもお待ちしております。はい、はい、卒業してどこかでいろんな経験を積んできて、今の私ならこんなのできるかもしれないっていう人はまた戻ってきて、ぜひ応募してきてください。お願いします。はい、じゃあ今日はね、そのキャリアプランについてちょっとお話しさせていただきました。この動画がためになったなっていう方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃ久しぶりに言いましたね、これ。本当よ、一番出てないので、ね、せーの、バイバーイ。